今回の動画は NCT ユニバースラスタート第5話の感想について語っていきたいと思います。ラスタート応援している方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お茶会 TV はですね、こういう感じで、ラジオ形式といいますか、画像と音声でお届けしている YouTube チャンネルではあるんですけれども、2年半ぐらいですかね、もうやってるんですが、私たちが始めた当時って、K-POP 系でこういう音声だけでやっているチャンネルってそんなに多くはなかったんですよ。参考にさせていただいた先輩 YouTuber さんたちいらっしゃるんですけど、そんなたくさんはなくて、はい、なんですけど、最近なんかこういうスタイル、顔は出さないでこうラジオ形式といいますか、お一人で語られたり、あと2人でね、おしゃべりしながら語られたりっていうチャンネルをいくつかお見かけしまして、あら、なんか増えてると思ってねなんかちょっと勝手に仲間が増えたみたいな親近感を持っているんですけれども、向こうはね、お茶会 TV ってちょっとご存じないかもしれないですし、もしかしたら一度か二度はね、見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんかね、ちょっと嬉しくなりましたね。はい、っていうのと、嬉しくなったといえば、このラストアートの動画、まだまだちょっと再生回数の方はちょっとね、伸びてはないんですけれども、実はシズニーさんたちからコメント結構いただいていて、でシズニーさんたちは必ずシズニーですって言ってちゃんとおっしゃってくださるから嬉しいですね。あと SM ペンの方とか、はい、ラストアート動画ありがとうございますとかっていう風に言ってくださって、なんかもうこちらがありがとうございますっていう感じなんですけれども、見てくださるのがすごい嬉しいですね。お茶会 TV をいつもこう見てくださっている、割とこうサバ版好きの雑食オタクの視聴者さんも見てくださっていると思うんですが、新たにこうシズニーさんたちが見てくださるのは本当に嬉しいですね。で、なんか私、イリチルの東京ドームのライブに一度だけ行かせていただいたんですけど、シズニーさんたちってなんか私のイメージは結構おしゃれな、割とこうイケてる女子みたいな、いろんなグループのライブ行くので、こうそれぞれのファンダムによってなんか特徴ってあると思うんですけど、でもどのファンダムも結構 K-POP オタクの方はなんとなくこう直感でわかるんですよね。ライブ会場の近くとかでお見かけした時に、グッズとか持ってなくても、あ、この人多分一緒のライブ行くんだろうなみたいな、わかる時あるじゃないですか。なんですけど、なんかね、シズニーちゃんたちはなんか普通のおしゃれな OL さんとか、普通のおしゃれな大学生とか、なんかそんな感じの雰囲気の方が多くて、街中で見分けつかないかもなっていうのが私の印象ですね。なんか割とこうクラスの中でも目立つ女子みたいな、もうほんと勝手な私の印象ですけどねなんかそんなイメージがあります。はい、でも昔からのね、こう SM 応援してる方とかももちろんいらっしゃると思うんですけど、そう、なんかこう全体的な印象はそんな感じでしたね。はい、シズニーの皆さんもぜひぜひお茶会 TV 見ていただけたら嬉しいです。はい、今回は SM 名曲グループミッション日本語曲バージョンということですね。はい、まずはエクソチームから、来ました、シフミ。来ました、待ってました。はい。エクソはね、結構ライブ行ってますよ。代表が大好きなので。何回か、チェンビクシュも行ってますし、エクソは1回、SM タウンとかでも見たりもしてますけど、シフミ来ました、嬉しい。もう本当に童顔。っていう、めっちゃ若く見えません？ほんと童顔だなーと思いながらずっと見てたんですけど、先輩来た時に、めっちゃいい顔しますね、みんなね。もうほんと反応が可愛らしくて、それ見てるだけでほっこりしますよね。もう毎回思うんですけど、先輩たちがすごすぎる。アドバイスの仕方がすごくないですか？こういうね、トレーナーの方というか、プロの専門の方がアドバイスするのももちろん大切だと思うんですけど、なんかね、この曲をやってる人にしかできないアドバイスってあるんだなと思って、なんかこうシューミン見てそれを思いましたね。実際何十回も何百回もこの曲を歌って踊ってるわけじゃないですか。もう実際のやってる方たちしか多分言えないことってあるんだろうなっていうのをシューミンのアドバイス見てすごい感じましたね。いつもサバ版ってやっぱり、ご本人が来ることは稀にありますけど、基本的にはこういろんなね、専門家の方がアドバイスするわけじゃないですか。そういう感じとは違いますよね。それがやっぱりこの番組の魅力だなって改めて毎週思うんですけど、思いましたね。それにしても SM の先輩たちってなんでこんなにアドバイス上手なんですかね。それに私めっちゃびっくりしてます。しかも怖くない
サバ版のコーチ陣の方たちって怖いこと多いじゃないですか。今もう特にアユネク見てるから、もうなんかもう厳しいっていうのがすごい私の中で植え付けられていて、だけど本当ね、あの的確だし優しいし、で情熱もあるしっていうのがいいですね。でもなんかアイドルご本人がみんながみんなこんな風に後輩の指導できるとは限らないと思うんですよ。まあきっとあのこういう風に教えるの上手なメンバーが選ばれてきているのかなっていう気もしますけど、いやなんかすごいなと思って、 SM の先輩方ってこんなにいろんなことを的確にアドバイスできるっていうのが、なんか本当プロフェッショナルだなっていうね、うん、感じましたね。まあ、なんといってもゆうしくんの涙ですよ。めっちゃ可愛かったですね。ねえ、クソ大好きなんですね。もう泣いてましたね。まあ、あのシーンめっちゃ良かったですね。そりゃ泣きますよ、先輩がね、あんなにアドバイスしてくれたら。やっぱりね、こんなに次々先輩がいる事務所って多分 SM しかないじゃないですか。まあ、JYP とかね、あの YG でも先輩はいらっしゃると思うんですけど、多分こんなに次々いるのは SM だけですよね。で、あのリハーサルの時にもうね、ちゃんおじさんとのあのやりとりが絶対映るじゃないですか。なんかもうこれ毎回やってほしいですね。もうちゃんおじさんとのターンを一回入れるっていう。はい。で、本番ですけれども、やっぱりエクソの曲って難しいんだなっていうのを改めて思いましたね。あの、シュミン先輩もそういう風におっしゃってましたけど、いや、ほんと難しい曲なんだなって改めて思いましたし、まあ、エクソってもうね、なんかもう、実力がレベチじゃないですか。まあ、SM のグループみんなそうなんですけど、まあ、特にやっぱ私のイメージはエクソってボーカルかなっていう感じするんですけど、ね、その楽曲をあれだけのクオリティでこなせるっていうのがすごいですよね。で、練習生期間改めて見るとみんな結構短いじゃないですか。まあ、シオンくん、ユシくんは長いですけど、ね、あの、割とこう何ヶ月っていう人が結構多くいる中で、いやー、これだけ仕上げられるって、しかも1週間ですよね。うん、やっぱ SM の練習生ってすごいんだなって、改めて思いましたね。で、あの、もう、なんといっても終わった瞬間のちゃんおじさんのため息。ああ、よかったみたいな。もうほんとお父さんってかおじさんっていうか、ね、愛情感じますよね。しおんくんとゆうしくんは、まあ、評価のね、対象外だから、あの、二人以外を見ようかなって思ってるんだけど、ついつい二人見ちゃうよっていう、うにょくさんの言葉にめっちゃ共感しました。うん、私も、まあ、しおんくん、ゆうしくんが上手いのは分かってるから、まあ、他の練習生のメンバー見ようって思ったりするんですけど、やっぱり目に入ってきちゃいますよね、お二人がね。あの、ゆうしくん、ボーカルもボア先輩に褒められてましたし、あの、まあ、フィードバックの時のジョンミンくんがめちゃくちゃ面白かったですね。あの、翻訳機みたいって言われてましたけど、MBTI の観察の時とかって、すごい、ジョンミンくんね、面白い感じの子だったじゃないですか。だけど先輩の前に立つと、ああいうなんかこう、棒読みみたいになっちゃうんですね。あの、まあ、ボア先輩からね、まあ、いろいろ今回もご指摘がありましたが、あの、日本人メンバーの方が母国語だから余裕があるはずなのに、まあ、下手だったと。ね。結構はっきりご指摘がありましたが、まあ、確かに言われてみれば、あの、他のメンバーの方が、目立ってたなっていう感じはしましたよね。もうほんと的確なんですよね、おっしゃることが。うん。で、あの、一発芸の時間で、リュウくん、ワッキングを披露して、え？なんか指先のこと注意されたのにワッキングめっちゃできるじゃんっていうのが面白かったですね。はい。なんだろう、スイッチがあるのかな、本人の中で。ちょっと面白かったですね。はい。なんか、リュウくん、あの、有名人の方のご家族らしいっていうのを、ちょっとネットで見かけましたよ。はい、続いて、東方神起チームの方ですね。まあ、ちょっと練習でうまくこうできないよっていう時にチャンミン先輩が来てくれました。ほんとかっこいい。毎回どの先輩もかっこいい。もうね、それに尽きる。こう、披露したじゃないですか、パフォーマンス。エンディングのところでめっちゃチャンミン先輩に近いっていうね。あれ面白かったですね。ちょっとね、私感激したのは、チャンミン先輩が、すごい頑張ってくれて、なんかまずはありがとうって言いたいですみたいなお礼を言ってたじゃないですか。あれがすごいですよね。もうかなりと大先輩じゃないですか、 SM の中で。なのにこうやってくれてありがとねみたいな、それがね、一発目に出てくるっていうのが、ほんと素晴らしいですね。やっぱ謙虚なんでしょうね。で、あの、まあ、シューミンの時もね、さっきもちょっと話したんですけど、本当に皆さん、すごいですね。なんかこう、後輩の指導の仕方が。いやーなんか、アイドル、みんなこんなに的確に、こう、いろいろ教えられるんですかね。やっぱそうじゃないですよね、きっと。
うん、これは SM ならではなのか、まあ、もちろんね他の事務所の現役のアイドルの方もこう後輩指導したりとかされるとは思うんですけど、まあ、そういうの見る機会ってないじゃないですか基本的に。サバ版ってそういうトレーナーの方専門の方が来るし、まあ、ゲストみたいな感じでねこの前アユネクとかだったらうちが来てましたけど、基本的にそんなにいっぱい見る機会はないですよね、この先輩が後輩を教えてる姿って。なんかこんな風にもう本当こうなんていうのかな、教える専門のプロの方たちと同じように指導ができるっていうのがそれになんかちょっと感激しちゃってなんか練習生を見てるんだけど先輩たちも見るのも楽しみというか、この番組こう練習生の頑張ってる姿もそして先輩の凄さも両方こう見れるのがこの番組の醍醐味かなって思ったりします。とにかくめちゃくちゃ細かく教えてくれるし、であとまあやっぱ情熱的でしたよね。やっぱねこの番組のキーポイントは情熱ですよ、愛情と情熱。そんな感じがしますね。はい。で、今度は春田くんが号泣しちゃったっていうことで、ね、可愛らしかったですね。みんなやっぱりそれぞれね、ロールモデルっていうか、ファンのグループがあって SM 入っているじゃないですか、きっとね。それは泣きますよ。憧れの先輩が突然やってきて、で、あんなに熱血指導してくれたらね。いや本当に可愛らしかったなと思います。贅沢な番組ですよねやっぱりね。で、まあ、今回はパフォーマンスまではね公開されませんでしたが、次回パフォーマンスとあとランキングの方の発表もありますね。だんだんちょっとこうデビューメンバー見えてきた感じもありますよね、徐々にね。はい。あ、もちろんね、分かんない部分も大いにありますが、あ、ちょっとこの子はだいぶ近いんじゃないかなっていうのもだんだんこう見えてきた感じもあるので、はい、次回のランキング楽しみにしたいなと思います。お茶会 TV これからもねラスタート応援していきますので、シズニーの方もぜひぜひ、サバ版好きの方もぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あ